プロペラ型クリップに見るデザイナーの熱。というわけで今回はラミーから発売されているハンネス・ベッドシュタインさんがデザインしたペンをご紹介。ラミー・スタディオ・インペリアル・ブルーのご紹介です。こちら本体スペック、全長 139mm と、まあ、ごくわずかに短めといったところ。重量は約 33g、 まあそこそこ重ためですかね。定価は 13,200円なんですが、インターネットの実売価格はだいたい 8,000 円前後といったところ。こちらキャップ、形状はシンプルですかね。細くなるタイミングがやや早いですね。楕円形に近いかな。シンプルゆえにこのラミーの文字が目立ってていいですね。転換はボタン電池のような形状、ごくわずかに膨らんでます。こちら特徴的なプロペラ型のクリップ、シンプルながらも特徴がありますね。メビウスの輪みたいで結構好きです。挟むときはかなりすんなり入りますね。でもホールド力はやや弱めなので、逆さにすると落ちてしまうかも。挟んだ際は転換部分がほとんど飛び出ないので、すっきりしていていいと思います。本体の塗装はマットな艶消しの質感、かなり深く暗い色合いをしていますね。深い水の底、深海のような感じでしょうか。パイロットのコクーンと近しい色合いをしているんですが、それ以上に艶やテカリが抑えられているのがわかります。外観のシンプルさも相まって落ち着いた印象ですね。尻軸は転換と近しい形状をしていますが、ややすぼんだ後に出っ張りがあります。なのでこのスタディオはキャップポストをした際、カチッとしっかりはまるタイプです。グリップはかなり太めな印象を受けます。僕が所有している中ではクロスのピアレスなんかに近いかな。デザインとしては非常に優れていると思うんですが、最も手が触れる部分が最も指紋がつきやすいんですよね。僕は気になって頻繁に拭いちゃいます。まあこれは汗をかく人類が悪いですね。仕方ない。主軸なんですが、本体はプラスチック樹脂のようですね。そこに金属製のちくわをはめ込んでると。なので外見ほどの重たさはありませんでした。こちらスタディオの2部、おそらくサファリやアルスター、その他製品に使われているものと同じでしょう。使い回しというと聞こえは悪いですが、それゆえに交換することができるというメリットもあります。スタディオは環合式を採用、はめるときはほんの少し硬いかなと思いました。実に惜しい。あとほんの少し柔らかくても良かったです。反面外すときは少し柔らかいですね。そして音も静かです。パチッとはまってコツッと取れます。キャップポストをする際の感触はかなり好みですね。コツッとはまってコツッと取れます。書き心地なんですが、ものすごく良かったです。なんでだろう、当たりのニボを引いたのかな。滑らかさの中にも適度な引っかかりを感じます。キャップなしはこんな感じ。重心はちょうど真ん中で、全体的なバランスに関しては非常に優れています。ただ主軸がものすんごい滑ります。その辺の配慮は皆無ですね。デザイン重視。キャップポストはこんな感じ。こちらなんと驚きました、書きやすい。全然後ろの方が重たいなって感じないんですよね。つける前とそれほど変化なし。公式サイトには計算し尽くされたフォルムはバランスが良いと書いてます。キャップは 10g と重たく、後ろにつけることで重心も間違いなく移動してるはずなんですが、非常に喜ばしいことなんですが、なんだか納得がいかないですね。というわけでラミーのスタディオでございました。こちらのペン、私の中ではかなり高評価でございます。2部の書き心地に関しては個体差があるかとは思いますが、とにもかくにも重量バランスですね。このどっしりとしたキャップをポストしているにもかかわらず、なぜバランスがいいと感じるのか、なんか不服ですね。納得できかねる。いいことなのに。可能性としては、そもそもこのペン自体が高重心に作られているというところでしょうか。後ろに寄った作りをしているので、後々キャップというプラスアルファがついてもそんなに変化を感じなかったのかもしれません。キャップリングがないので、蓋をした際のデザインもシンプルにすっきりとまとまっていていいですね。もっと話題になっていいペンのような気はしますね。非常に完成度は高いと思います。
ただ低いグリップ力と適度な引っかかりのあるニブはやや相性が悪いかなと。手元が滑るのは嫌だっていう方にはちょっと向いてないかなと思います。というわけでラミーのスタジオの紹介でした。またお会いできれば幸いでございます。さようなら。